皆様こんにちは。今回は前回アイハーブ購入品でもちらっと言っていたんですけど、エルフだけを使ったワンブランドメイクアップチュートリアルをやってみました。今回は結構春にフォーカスして、春っぽい色合いを結構使ったメイクをしてみたので、エルフ大好きな方、エルフ買いたい、気になってるっていう方はぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。下地はこちらを使っていきます。購入品でも紹介したんですけど、しっかり毛穴を隠してくれるものなので、毛穴が気になるところを中心にこう伸ばして、で結構こっくりしたシリコンタイプの下地なので、この毛穴に気になるところにこう埋め込むような形で伸ばしていきます。で、これシリコンタイプでしっかり毛穴を隠してくれるんですけど、乾燥する感じっていうのはないです。これ結構買い直したぐらい好きな下地です。毛穴気になる方にめちゃくちゃおすすめな下地です。結構毛穴埋めてくれてる。で、ファンデーションはこの辺で紹介したファンデーションパレットを使っていきます。色悩みますね。どれだろう、一番明るいのではないと思うので、で、これかな、これか、ここ今ファンデーションブラシがないので手で塗っていきます。あ、白いな、絶対白い。でもなじませたら、どうだろう、これぐらいの方がいいか。あ、そんなにカバー力はない感じです。結構すぐなじんできちゃう感じなので、これにします。このカラーをこうまず指でのせて、カバー力がなく、あんまり多分なくて、で結構柔らかい、体温で溶ける感じなので、減りは割と早そうな感じのファンデーションです。で、これ今水に濡らしたエルフのスポンジを使って伸ばしていきます。これリアルテクニックスのよりは固め、ちょっと硬い、弾力がある感じですね。カバー力はあんまりないかな。カバー力っていう面は弱めですね。なのでしっかりコンシーラーをしていきます。私コンシーラー2個あって、こっちがアンダーアイコンシーラーとハイライターが一緒になったもので、これがいつも使ってる HD コンシーラーってやつのライトを持ってるんですけど、せっかくこれがあるので、まず目の下はこっちのアンダーアイコンシーラーを使っていきます。で、またこれで伸ばしていきます。はい、伸ばしました。で、ちょっとそばかすとか気になるところをこっちのあのコンシーラーでできます。このコンシーラーちょっとライトなんですけど暗いんですよね。まあでもいいか。で、ちょっとこのハイライトを、まあたまにやってるんですけど、仕込みでこのハイライト入れたい部分に入れます。仕込みとして、まあ、エルフのハイライトはもうめちゃくちゃ綺麗なものがあるんですけど、このリキッドも結構綺麗なんですよ。わかります？綺麗。だからこれ、普段お粉つけない方とか、あとそんなにギラギラ、そんなにギラギラにハイライト入れたくない方は、こう最初に仕込んどいて、パウダーを上からのせると、綺麗な自然のツヤが出ます。で、パウダーはこれです。 HD パウダーのシアーっていうカラーです。蓋に出して、で、これのいいところはこう中蓋がこう回るようになってるんですよ。だから蓋をこう閉められる、半分しか出るところがなくて蓋を閉められて、こう開けた時に蓋にめちゃくちゃついてるっていうのはないです。ここすごいいいところだなって思います。エルフのフローレスフェイスブラッシュっていうやつ使います。
目の下から、うん、もうサラサラ。結構あの粒子が細かいパウダーなので結構飛んでいきますね。舞う系のパウダーです。このブラシも本当に好きで、こうやってやっても痛くないし、エルフの好きなところは動物実験をしてないところが好きです。安いし何より安いし。これで結構しっかりセットされたんですけど、でもまだあのシアーなのでツヤは残ってると思います。で結構乗せても重い感じにならないので、このパウダーおすすめです。シアーってやつで眉毛いきます。ちょっと眉毛すっごい緊張する。初のこのタイプ、ロックオンライナー&ブロークリーム、こっち使います。カラー色の方、ミディアムブラウンってやつを使います。これもエルフのスモールアングルアングリッドブラシってやつ。こっちは太いかな、まあ、私眉毛がすごい太いので大丈夫かな。おー、危うい危うい、ぼかせぼかせ。まあ、最後にあのブラシであれするので、とりあえず怖っ。あ、でもいい感じかも。うん、おー、しっかりめに仕上がった。でも描きやすい、すごく。これもう少し細めのブラシでやったらもうちょっと描きやすいのかな。結構太めのアングルブラシでやっちゃったのであれなんですけど、でもこれでも全然使いやすい。でしっかりぼかします。あ、そう、今回のあの縛りメイク、ブラシはなるべくエルフのを使うんですけど、ないものはちょっと違うブラシを使ってます。これもブデリアムツールズのやつです。あ、ぼかしたらめっちゃいい。ちっていうかすごい濃いですけど、もう私の好きな眉毛です。ではアイメイクに行きます。アイシャドウが今のところはまあこういうやつとか、あとこれは使おうと思ったんですけどとか、あとマットフォーマット、全部マットのとか、ローズ系の色が集まったパレットとか、あと結構スモーキーっていうかダーク系のカラーが集まったパレットがあるんですけど、本当はこれを使ってちょっといつもと違うメイクしたいなと思ったんですけど、まあ春なのでこれにします。ヌードローズゴールドのピンクっぽいメイクをしていきます。私アイプライマーがちょっとないのでコンシーラーでやっていきます。アイシャドウプライマー買うの忘れちゃいました。で、これを使っていきます。まずは一番このカラーをまぶた全体にのせていきます。そしたら次はここのカラー、このマットのカラーをクリースに入れていきます。ほんのりローズっぽいカラーが塗ってます。ほんのり乗ります。ちょっとパープルっぽい感じですね。で、この次はこれも下まぶたに入れます。結構広めに入れていきます。で、次はここのちょっと濃いマットを内側に、もうちょっとこの外に入れたところより内側に、この二重ラインぐらいに入れていきます。
でちょっと内側に入れたら目尻をもう少し濃いめに入れていきます。目尻を濃いめに入れて、下まつげのところにも同じ色を入れます。結構濃いめ、濃いめっていうかしっかりめに入れます。ちょっと下まぶたのまつげのところに濃いめに入れるともっと色が分かりやすい、ちょっとローズっぽい感じも分かると思います。そしたらどうしようかな、こうあって、まあここをメインに使いたいんですよ。ここにローズのカラーを、もうちょっとこっちのちょっとプラムっぽいカラーで締めていこうかな。でそこで使うのがこれ、モルテンリクイドアイシャドウをゴールド、ブラッシュドコッパーっていうカラーをここにのせます。ここに、まあこれは一応ラメを足すっていうのもあるし、下地として使おうかな。これだけでも十分綺麗なんですけど、そう、今日はちょっとローズ系でいきたいので、ここはこれは下地として使います。これ結構乾くのが早いので、少量ずつこう伸ばしてあげる方が綺麗に仕上がると思います。で、ここのローズを今乗せたところに乗せていきます。めちゃくちゃ綺麗、このカラー。綺麗。こんな感じでちょっとローズゴールドっぽいカラーが足されました。これだけでも春っぽくて可愛いんですけど、まあちょっと私締めたくなっちゃうのでここの一番濃いプラムっぽいカラーを目尻とかにのせていきます、ね、これエルフの、コントアブラシなんですけど、これめちゃくちゃ使いやすいです。この目尻に色を入れたりするのにすごい使いやすいブラシなので、目尻系の色を入れるときはこのブラシが多いです。ただ何もついてないブラシで縁をぼかしていきます。よし、こんな感じです。アイシャドウ、そしたらアイラインを引いていくんですけど、そう、買ったやつがこれ、太いインラインもちょっと怖いな、まあやってみるか。まずいつも通りクリームで、ではこれで外のこの目尻のラインを引いていきます。はい、ラインを引きました。でビューラーは資生堂の使います。でマスカラをするんですけど、どうかな、このフラッシュエクステンディングマスカラ塗っていきます。でも下がってない。おお、ただナチュラルなつき具合ですね、このまつげにつく感じは。あ、でもちょっと下がった、下がってない。まあ繊維とか入ってるわけじゃないのであれなんですけど、私の激推ししてるメディアのやつも繊維は入ってないんですけど、しっかりボリュームが出る感じなんですけど、
全然なんかナチュラルの好きですね、こっちは。いや、これインラインに見てみようかな。でもインラインじゃないのかな、これの太いの。どうかな、ちょっといっぱい引いてみます。引いてみました。なんかまあ良さそう、思ったよりいい感じです。よし、まつげ物足りない。私は物足りない。これは普段メイクが濃いのでね、物足りないけどどうすることもできないか。どうしようかな。で、下まつげマスカラを塗ろうかな。下にもちょっとインナー引きます。ここ、なんかこれ見た目よりも全然濃く発色しないんですよ。薄めに発色してくれるのでやりやすい。インレイはあんまおすすめしないかもです。まだわかんないんですけど、やっぱ上ちょっとだけ下がってますね、こっち。はい、アイメイク完成しました。ちょっとだけビューラーをまたし直します。軽く、そしたら結構おいい感じ。はい、こんな感じでアイメイク完成しました。ちょっとローズ系のピンクっぽいカラーにしてみました。で、ブロンザーは前にも使ったことあるブロンザーパレット、これを使ってノーズシャドウとシェーディングを入れていきます。ですね、ここのカラーを入れます。ちょっと薄めの、これラメが結構入ってるので、まあ表面がすごいラメ入ってるって感じですね。多分使っていくとそんなにラメは目立たなくなると思うんですけど、表面はめちゃくちゃラメ入ってます。ゴールドラメで、シェーディングを入れるのもこれが大好き、アルティメイトブレンディングブラシ。シェーディングを入れるときはいつもこれで入れてます。エルフのブラシ本当におすすめです。持ってない方とかブラシをお探しの方。何これ、なんかできてる。今日はチークも入れる予定なんですけど、まあ、そんなにがっつり入れたクリームチーク、エルフのオレンジだったかな、これを、まあ、本当はクリームなんで指でポンポンってのせた方がいいと思うんですけど、ちょっとホワーンとのせたいのでちょっとブラシでのせます。すごい可愛い感じです。血色感が足されただけみたいな。で、このチーク結構前から持っててお気に入りなんですけど、クリームなんですけど塗るとサラサラに仕上がるので、パウダーの上からでも全然大丈夫です。はい、で、ハイライト、ハイライトはこっちのこれのやつを使います。ベイクドハイライター&ブロンザーってやつ。こっちも同じ輝きが出るブロンザーなんですけど、これをちょっと削って使います。エルフのハイライト持ってる方はわかると思うんですけど、最初削らないと全然発色してくれないので、そう、削ってから使うとものすごいことになります。最強、わー最強。のせすぎると結構大変な感じになるぐらいツヤツヤになります。そう、日本ではパルガントンのハイライトが結構これに近いですね。プチプラだと、もうここに入れたんですけど、すごいよすごいよな。で、リップが、まあ、悩んでるんですけど、てか悩んでるっていうか、そんなに色を持ってなくて、ちょっと似てるっていうか、ローズ系使えるかなと思った。ヌーディー系か、あとダークブラウンのリップペンシルか、ダークレッドのリップペンシル。悩む。ちょっとこれを塗ってみますね。ヌードリップとしてもいいんですけど、白すぎますね。だから、ダークレッドを足そう。って感じですよね。これを混ぜる。混ぜる。いい感じのヌーディー
リップ、マットな感じに仕上がりました。まあちょっともうちょっと足そうかな。これブラシもついててこう混ぜやすくておすすめです、このラインのやつ。ただ本当にブラシの方のキャップが本当に弱い、ひどいがどっか言ってんな。こんな感じで混ぜる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 、いい感じになった。ローズピンクになりました。はい、こんな感じでメイク完成です。海外のプチプラコスメではエルフが本当に、発音違ってたらすいません、エルフが本当に大好きで、私の中で割と日本のデパコスとかとあんまり変わらない、このフルメイクとして考えた時にあんまり変わらないし、ハイライトとかは絶対にデパコス以上ツヤが出てくれるので、エルフデビューを考えている方はまずハイライトをおすすめします。その次はコンシーラーもいいし、アイシャドウも発色もいいし、でアイハーブで売ってるぐらいなのでオーガニックっていうか、そういう動物実験してないもので優しい、地球に優しいもの、ブランドなので本当に気になる方はぜひ買ってみてください。1個300円台とかめちゃくちゃ安いし、ブラシもすっごい安いので、あ、ブラシもめちゃくちゃおすすめです。なのでぜひ買ってみてください。はい、ではメイクはこんな感じでした。はい、こんな感じで仕上げてみました。髪の毛はこのアンジョーアンジュの26ミリ残ってて、結構適当にふわふわに巻いて、前髪をねじってここで留めてるだけの、ちょっと春っぽいふわふわのヘアにしてみました。でカラコンも入れたんですけど、フレッシュルックデイリーズのピュアヘーゼルっていうカラーを入れました。普段グレーをつけてるんですけど、まあちょっともう少し優しい印象になるのがピュアヘーゼルなので、ピュアヘーゼルを入れてみました。はい、こんな感じで私の大好きなエルフのワンブランドメイクアップチュートリアルをやってみました。もう2回目なんですけど、もうやっぱ好きなブランドでやると安心の仕上がりになるので、すっごい楽しかったです。また別の、一番最初にも言ったこのダーク系のカラーを使ったメイクとかもやっていきたいと思うので、エルフ好きな方はぜひそちらも見ていただけたらなと思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。電子レンジが来た。